占いタクシー、臨時体験者、バーサス霊媒師。お台場、富士テレビ付近で、60代ぐらいの男性が乗車してきた。JR 四谷から神楽岳方面まで、かしこまりました。男性は、鞄から薬の入っていると思われる袋を取り出して、 飲ももうううとししてていいるるよでですがどうやららそれもたたっている様子でしたお客さんよろしかったら水のペットボトルひじかけのボックスの中に入っていますから使ってくださいあそれはどうも薬を飲むのに水がなくてちょっと困っていたんですが助かりましたお題は運賃にプラスしてください こちらはサービスいたします気にしないでくださいああそれは嬉しいな親切にありがとう乗客は薬を飲むとこの薬ね心臓の薬でしてねと言うとドライバーははーい忠明さんですよね 昨年9月頃に緊急入院して意識もなくなったようですねえこりゃ驚きましたどうしてそれがわかるんですかしかもなんで名前知ってるんですか私はそんな有名な芸能人でもないのにお兄さんだと思われる方があなたに何か帰れ帰れって言っていたようなんですけど 男性はドライバーの方に身を乗り出してきてそうなんですよ昨年9月仕事を終えて昼食をたば終えたら胸に激痛が襲ったので救急車で最寄りの医大に運ばれ救急救命室に入りました看護師の姿が見えた途端に目の前が真っ暗になって意識を失ってしまったんです それからお兄さんと対面したんですね。そうなんです。心肺停止した私は AED による二度の電気ショックで何とか息を吹き替えしましたが23時間も意識が戻らずその間に不思議な体験をしたんです。亡くなったお兄さんと会ったんですね。その通りです。真っ暗だった目の前が 自然と明るくなり体が宙に浮いたたと思いました綺麗な花がたくさん咲いていて川が太陽の光を浴びて水面がキラキラしていてずっとここにいたいと思っていたら突然兄貴が出てきてこっっちへ来たらダメだ帰帰れ帰れって言うんですそこで立ち止まって振り向くとベッドの天井を見て意識が戻りました。 お兄さんはまだ来るのは早いから帰れと言ってたんですねいつか寿命が来ればまた会えると言ってますよ僕はスポーツマンで勉強もできる兄貴を尊敬していましたしその兄貴と会えてとっても嬉しかったんですがまた会えるなら早く死にたいダメですよ命を粗末にしてはいけません すいません、失言です。私は今年80歳になり、さすがにあっちこっち体調が悪くなってきています。こんなに苦しいなら早く死にたいと思っちゃうんですね。でも一度このような不思議な体験をすると、もう死は怖くありませんよ。そうなんですか。死が怖くなくなっても、ちゃんとしっかり生きてくださいね。 見たところまだお仕事も現役のようですし若く見えますよ男性は少し微笑みながら実はテレビ局のさっきまでこの手の話を収録した番組に出ていたんです私は実体験を話しそれを脳の幻覚だと否定するコメンテーターが何人かいて 視界がまとめれているっていうそんな内容です。まあ、おおむね脳の幻覚として最後はまとめられてしまうのですが、私には幻覚ではなく、自分の体験が真実のように思えるんですよ。運転手さんはどう思いますか信じようと信じまいと、私は亡くなった方からのメッセージを受け取ることができます。 そのせいか、お客様と同じように、幻覚ではなく、真実と信じますよ。ありがとう。ほっとしましたよ。そうこう話をしているうちに、タクシーは神楽坂に着いた。